メアリー・ボー・オールコットメアリー・ボー・オールコットはアメリカ合衆国の水彩画家、博物学者である。多くの野生の花の水彩画を残した。フィラデルフィアの裕福なクエーカー教徒の家に生まれた。学校を卒業した後、水彩画に興味を持った。家族の農園で働く代わりに家族旅行で訪れたカナダのロッキー山脈で見た野生の花の絵を描いた。夏の休暇旅行では 鉱物学を学び、氷河の動きを記録し、写真を撮った。19歳の時、母親が亡くなり、父親と弟の面倒を見ることになるが、ほとんど毎年、夏には弟たちと、カナダ西部を訪れた。この間、熱心に登山をし、写真を撮った。植物学者の依頼で、高山植物のアルニカの絵を描くことを依頼され、植物学家として活動するようになった。 52歳でスミソニアン協会の事務局長で、古生物学者のチャールズ・ドゥー・リットル・ウォルコットと結婚した。夫の仕事を手伝った。1925年に400点の彼女の植物画と解説が加えられた北アメリカの野生の花五冠がスミソニアン協会から出版された。ワシントンでは大統領夫人、ルー・ヘンリー・フーバーと親しくなった。 1927年から1932年の間、連邦原住民委員会の理事を務め、アメリカ西部をで広く旅し、保護区を訪問したが、報告書にはしばしば原住民に対する批判も含まれていた。75歳の時、ニトベイナゾーの妻となった友人のメアリー・エルキントンを訪問するために来日した。1933年に、 婦人地理学者協会の会長に選ばれた。1935年にスミソニアン協会が出版した北米の食虫植物の図集には15枚のウォルコットの絵が収録された。1927年に夫が没した後カンブリアサ先カンブリア紀の研究者を検証するチャールズ・デューリットル・ウォルコット賞を設立した。カナダ・アルバータ州のジャスパ国立公園内の メアリー・ボーさんに彼女の名前が付けられている。M ウォルコットは植物の学名で命名者を示す場合にメアリー・ボーウォルコットを示すのに使われる。ありがとうございます。